だから明日ね、明日おそらく緊張しますよ。それはもうしょうがない 100% ね。うん。でも緊張した時にね、打開策としては3回転です。3回転するっていうのを勝手にやれば点数は取れるから、ね、これが戦術、実際の戦術やります、はい。でもう一つが、ね、これ考えてほしいんだよ。ピンチに陥った時ですか、つまりできない問題が出た時に、できない問題、見たことないものに遭遇したって言った時に、ね、不快対策思考になりがちなんで諦めちゃった。もうできねえわ、白紙でいいわ、早く帰ってなっちゃう。でそれを打開するためには、ね、もうなぜを考えるんですよ。2級だったら、ただ大本でね、なんか CVP のなんか難しいやつが出てきたぞとかね、苦手だぞとかね、言った時に負けない気持ちを持つためにはなぜなんですよ。なんで俺これ来たんだ今みたいな、今日なんで受けに来てるのって考えたけど、それは将来のために来てるとかね、会計士のね、通過点とか変えたいからとか、仕事役立てたいからって理由があるわけ、みんな。そうするとこんなとこでとりあえず拍手は出せないよね。とりあえず埋めとくだけ埋めとくかっつって、ね、心エントリーなんですよ、自然に、ね、意識しなくても心エントリーになりますから、ね、結果エントリーになっちゃうとダメですよ。拍手出すから難しいものでと拍手出しちゃうね、いうことなんでですね、明日は今日自分がね、今書いてるこのなぜっていうのを思い出してほしいんですよ。やってる最中にね、これこうなんなかったら別にこうなんなかったらもうパッパーンっていっちゃうよ。3回転やっちゃうね、どうしてもっていうのが出てきた時に戻るんですよ。これなぜやって考えたら、ね、はい、そうすると緊張感っていうのだいぶ和らぐんで落ち着いてできますから、じゃあちょっともうちょっと頑張るなっつってね、やっていけばいいんですよね。